スターバインレコーズのスターバインレディオ、はい、ということで、はい、はい、やっていきましょう。はい、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 皆さん最近どうですか？氷は食べてますか？氷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 は食べてますか？食べてないです。食べてないですか？食べてない。氷食べてたよね、確かに。そう、一時。まあ私亮といえば、うん、高足ガニ嫌いの亮と、はい、氷食の亮。二つ目の名前があるんです。凍ってるものを食べる。氷食は。氷ね。じゃあ自己紹介だけみんなやってもらおうか。はい。二個目の通り名をちょっと発表してもらって。はい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 、私は小食の量です。はい、じゃあロードバイクで3軒またいだで、今後さらに3軒またぐであろうエンちゃんです。最近グレイシー柔術を習い始めて、そうですね、ちょっとむずいな。タトゥーを未だにちょこちょこ増やしてるユーマです。そんな皆さんにね、はい、ちょっと私のおすすめの氷をちょっと紹介したいなと思って、今日は。おすすめの氷？ベスト3。氷って食べない？2人とも食べない、ね、食べない。うん、食べないね。俺はそれちょっと昔ね、アメリカに行った時かな、うん、その前ぐらいにね、エンちゃんにね、氷食べる人って貧血気味らしいよっていう情報を聞いて。ああ、なんか言ってた記憶があるわ。俺は未だに食べ続けてるんですけど、貧血なのかじゃん。ちょっとおすすめの氷を紹介したいと今日はちょっと持ってきたんですけど。持ってきたの？持ってきたの？持ってきたよね、現物は。お題を持ってきた。お題をね、ちょっと第3位からいいですか？はい、はい、第3位何だと思いますか？まあでも、もう知ってるのがね、ロックアイスとかになってくる。え、そういうジャンルの？いや、お店です。お店？あ、そういうことか。マックの氷とか。そうです。え、そういうこと？そういうことです。え、なに、じゃあサイゼリアの氷とかってこと？そういうことです。いや、わかんないよ、そんな。超ビッチョリ。出るもんじゃないと思う。広いじゃん、めちゃくちゃ。まあでも、りょうくんが割と行ってるお店ってことだもんね。そうね。まあだからね、そうだね。何ちゃうな。え、コンビニとかもある？あるね。あ、俺はね、多分りょうくん3位セブンの方だ。ああ、じゃあ俺ローソンの方。ああ、第3位は、ファミマの。うわー、なんちょうどいい顔してんじゃん。すっげえ綺麗に外してんじゃん。ファミマのコーヒーの氷が欲しいな。なるほど、美味しい。ちょっと2位さ、ちょっとヒントを教えてよ。ね、うん、2位はちょっと濃いすぎて分かんない。本当に。2位はちょっとファストフードです。あ、もうあれはね、もうマックでしょ。うん、よく見るもん、靴を。バリバリ。俺も絶対これは入ってくると思ってた。2位は、そうです、マクドナルドの氷ですね。はい、やっぱね、マックの氷はね、うん、柔らかいんだよね、他の氷と比べて。うん、柔らかいよね。ちっちゃいよね。そう、ちっちゃいし柔らかいから、その食べた時の清涼感がやっぱり他の氷よりもより感じられるっていう。たくさん食べれちゃうもんね。そう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 。うん、飲み物はもうおまけですから、私からしたら。飲み物がおまけ、はい。氷を食べたい。氷を食べたいがゆえのセットですから。うん、あ、そうなんだ。はい。で、1位は、うん、もうコンビニなんですけど、これも。でさっき出てる可能性ある、うん、いやでもね、ちょっとひねってきそうだな。アイスボックスじゃない？もう、あ、もう、あの味ついてるやつ。味ついてるやつ。あ、ユニソップやろ。あ、1位はセブンのマジかよ。ちょっと正面からちょっと裏を書いてる形になっちゃったんですけど、1位か。そうきた、ね、セブンの氷はね、滑らかなんですよ。滑らか、滑らかなイメージあるわ、ね、そう、めちゃめちゃ滑らかで、俺ちょっとコーヒーにミルクとガムシロと砂糖をちょっと入れて、うん、で最後
当然下にこう溶けずにちょっと残ってるじゃん。それをもうデザートとして食べるっていう。あ、でも美味しそうだね。そう、それね。シャキシャキの清涼感とほんのりしたザクザクのあの甘さ。もうなんかコーヒー味のシャーベット食べてる。そう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 、ね、そういうことです。なるほどね。はい。ということで皆さんもね、ぜひ試していただければと思っております。すごい急に急に最近、うん、そうやっぱね、夏だったからさ、うん、結構やっぱ氷食べてんな俺、うんうんうん、どこの氷好きだろうなってちょっと思ったらやっぱ結構そこが三本、まあ、よく食べる機会が多いっていうのは、まあ、うんうん、食べるっていう言っちゃってるけど変な話さ、今日は、うん、あのセブンの氷の気分だから、うん、ファミマ近いけどセブン行ったりする。あー、まあでもなるべくセブンで行くかな。めっちゃいいだもん、ね。まあコーヒーも美味しいっていうのがセブンは、うん、俺はだけど、うんうん、です。はい、ということでね、はい、はい、今日はちょっとね、まあ、トークテーマというかちょっと企画をやろうかと思ってて、はいはいはい、はい、まあね、この3人といえばね、えんちゃんがまあサイコパスということで有名ですけど、まあ、いやサイコパス枠で、そうそうそう、入ってるからね。そういう され方なの。まあバンドの時もね、ギターボーカルユーマ、うん、ベースコーラスリョウ、サイコパスギターえんちゃんで、えんちゃんでやらせてもらってるんで、はい、ちょっとサイコパステストをね、ちょっと二人に出題しようかと。はいはいはい。で、まあ多分知ってる問題もあると思うんで、うん、まあここもナチュラルに、うん、その本当にお題に思ったことを、あ、もちろんそれは一切言ってください。で、もし知ってる問題出たら、うん、知ってるって宣言した上で、あの、ボケてください。お願いします。じゃあ行きます。はい。第一問。あなたは頭痛に襲われました。激しい痛みで立っていられません。そこに一人の女性が近づいてきました。どうやらあなたを心配しているようです。あなたはすぐにその女性を殺しました。なぜですかと。知らないし、わからんな。さあどうでしょうか。もう激しい痛みの頭痛、うん、でも立ってらんねえわぐらいな感じ、うん、はいはいはい。一人の女性近づいてきて心配してくれてる、うん、あなたはすぐにその女性を殺した。なぜでしょうかと。手にナイフを持ってたから。ああ、それ理由なのか。殺されそうと思ったからっていうのかな。そうなると、あ、その人に、そう、ああ、そういうこと。うん、いや、むずいな。全然いい、もうパッと思ったもん。なんでだろうな。正解はないから、ね、思ったことあ、理由思ったこと、そう、なんで殺したのあなたはっていうのを。いや、もう頭が痛かったから。痛すぎたから。痛すぎて、なるほど、はい、難しいな。一般の回答は、まあ、うざかったから、痛みに耐えかねたからっていう、うん、まあ、まあ、ユーモアはそうですよね。あ、えんちゃんは、まあ、ちょっと寄ってんのかな、これ。まあ、悲鳴を聞くと痛みが和らぐ気がするから。あー、そういうことか。なるほどね、うん、それが楽しくてみたいな。えんちゃん最初にそのナイフ持ってるっていうの出てきたの。ちょっと怖い。ちょっと怖いな。え、じゃあこう繋がるか、うんうん、そのもう一歩先の理由がね、ちょっと欲しかったよね。なぜではないから、うん、それは。あー、うん、ちょっとじゃあ次行きます。ちょっとむずいな。難しいな。あ、じゃあこれは、あなたを陰から見ている人がいる、その人は何歳？うん、4歳。35歳。お、答えた年齢が自分の精神年齢です。かっこ、若いほどサイコパス。俺やばいじゃん。4歳。4歳。4歳。相当だね。子供、しんちゃんと同じクオリティだから。そうだね。じゃあ、次いきますよ。はい。はい。あなたは、長年にわたり殺人を犯してきましたが、ついに捕まり、裁判官にこう聞かれた。なぜ殺したのかね。さて、
なんと答える？長年やってきて、ついに捕まって、なんでこうしたのと聞かれて、なんて答えますか？楽しかったからとかじゃないの？なんで？それが生きがいだったとか、趣味、仕事。ちょっと一個にしてもらっていいですか？ちょっとあんま広げて、その通常回答をその引きずり込むみたいな、ちょっとやめてもらっていいですか？これは何？どっち？そのサイコパスに自分がこうなりきっ、いやいいよ、自分が思ったのでいいよ。もう自分が殺してないからさ、そうだね。まあまあ、なんで、なんでなんて言われても、いや俺は殺してないよ、俺は殺してないんですよ。ああ、なるほどね。怖い、それ言っちゃう怖くない？いや、一般人は楽しかった、殺したかったなど明確な理由、サイコパスはなんとなくお菓子を食べるとかと同じような、その軽い感覚で。なるほどね。ちょっとじゃあサイコパスに寄った回答をちょっと出してみるようにする。うん、一番サイコパスの方が勝ち。勝ちにしよう。寄せてく方に。寄せてく方に。あ、それ面白そうだ。あなたは殺人の罪を償い、刑務所から出てきました。あなたは家を見つけ、職を見つけ、最後に家の床を黒く塗りました。それはなぜですか？黒く塗った。罪を償って出てきて、殺人の罪を償って出てきて、家を新しく見つけて、仕事を見つけて、最後に家の床を全部黒く塗りました。黒く塗った。それなぜだ？もうあの裸足で生活してて、床の汚れを目立たなくするため。なるほどね。ああ、掃除がなんとなく。なんとなくね。なんとなくね。それはね、ちょっと恐れようと思ってたわ。そうだね。あれじゃない？なんかもう一回やっちゃうかもしれないから、その時血がベーってなってるのを目立たなくするためみたいな。おお。あとなんとなく。遠藤さんど真ん中っすね。お、マジで？結婚を分かりにくくするため。あ、やっぱ、そう、最後、そういう系なんだ。割とすぐ出てきてんの怖いけどね。いや、だって、ノリクションだったけど。やばいね。怖いね。で、なんかさ、そういう人ってなんかもう一回やりそうじゃん。あ、まあ。なんか再犯しそうじゃん。構成しきれてないというかね。うん、これ、ちょっと面白い。はい。物語です。女の子の絵。消防車の絵。女の子を抱える消防隊員の絵、燃えてる家の絵を使って物語を想像してください。これ順番はどっちでもいいの？いや、もうそれさえ使ってればいいんじゃない。あ、なるほどね。サイコパスによってね、うん、ちょっと質問だけ見えるし、女の子の絵、消防車の絵、女の子を抱える消防隊員の絵、燃えてる家の絵。え、燃えてる家が、あって、そこの近くで、女の子がいましたと、で、それをこう、火を消しに来た消防車、から出てきた消防隊員が、その女の子を見つけて、その女の子を抱えて、あの家、火の燃えてる家の中に行って、焼いてきた。でもちょっと俺も近いわ。まあでも近いね。抱えて火の中に突入して置いてきた。それサイコパスがすぎる。そこは俺もね、同じこと思った。だけどそのストーリーが、俺は最初にこの女の子が火つけたんちゃうみたいな。ああ。で、それで気づいて、お前っつってこう、お前動きすごいそうそう、立ち直してくれて。なるほど。サイコパスは、女の子が燃えて家の中に取り残される。消防車が到着して、消防隊員が家に突入して、女の子と一緒に燃え死ぬ。うわ、怖っ。そこまでやりそこまでサイコパスではなかった。これ難しいよね。難しいね。
まだあるの。じゃあラストぐらいいきます。もう、うん、ベストオブサイコパス出したいな、あれでしょ。あなたはこれから刃物で人を殺します。刃物、刃物で、刃物で殺人に使う刃物を買いに行ったところ、300円の刃物と3000円の刃物が売っていました。あなたは300円の刃物を買いました、うん、なぜでしょう。ああ、知ってる。お、来た、初の。マジで初の知ってる。知ってる。これはハードルが。じゃあ俺から言っていい？えんちゃんの、うん、そっちの方が苦しむから。ああ、なるほど。じゃあそれはまあ正解なんですけど、おお、関根さんはちょっと知ってるがゆえのこのボケというか。3000円の刃物と300円の刃物があって、300円の方を選んだ。はい。それで、なぜでしょうかという、大喜利ですね。もう。大喜利のコーナーですね。はい。すげえな、お前。この質問してる方がサイコパスだよ、これ。はい、はい。なぜなら、なぜなら。300円の刃物で殺して、はい、2500円ぐらいの下着を着せたかった。その下着に。3000円持ってて。3000円は持ってます。太郎くんは、太郎くんは3000円を持ってます。殺すだけよりももっと楽しみたいっていうので、安い刃物買って、うん、エッチな下着をまず着せてみる。予算内に収めようとしたら、予算内に収めようとした上で、性の喜びすら得ようとした。そうそうそう、なるほど。やばすぎんだ。はい。じゃあ、完璧な答えが出たところで、ゆうまさんがね、エロサイコパスというところが発覚したところでね、今週は、まあ、よかったよ。明るく終わってよかったね。あ、よかったよかった。ありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いします。お願いします。